今回は、蒸留機のゴムパッキンですね、ゴムバルブの交換についてちょっとご説明します。ご注文いただいた場合、ご自分で交換ができない方はもうこれを送っていただくということになりますけども、ご自分で交換できる難しいことではないので、交換いただければこれだけお送りするということになります。これは私がテスト用に使っているのでもう50回以上しているので、そろそろ交換時期もありましたので交換します。これはですね、ちょっと試作機なんですね。最初に作った試作機で、ここの切り口などもそのままなので、ファイバーメッシュテープの上にグラス樹脂で補強してます。ここまで必要かどうかっていうのはまあ必要ないんですけども、最初いろいろテストの意味もあってこういうふうにしてますので、それがまあアクで汚れてこのような色になってるだけなんですけども、市販の分はきちっとここは、焼き切ってますので、きれいに処理がされてます。手の切ることもありませんし、特にこういう見た目もですね悪いものではありません。それはまあお含みおきください。ただガラスの材質は同じですので、これ自体は耐熱です。もちろん耐熱なんですが、耐熱というのは強度的に強いかどうかと言われると、普通のガラスとそう変わりはないと、熱に強いだけというふうにご理解ください。こうカーンと当たるとか何か尖ったものに当たると壊れます。まあ替えパーツはありますのであれなんですが、その点ご注意くださいね。ではまずですね、このもともと使っていたもの、もう熱を感じてというか熱に合っているので結構もう癖がついてしまってます。まず長さを測っていただきます。おおむねですね、だいたい32センチぐらいですね。まあ、少し長めに当然パーツは切ってお送りしますので、それを合わせていただくようになりますけども、32センチで、これはまあ元々のゴムパッキンです。これをですね、なぜここを接着してしまわないかということなんですね。まあ古くなるとここの隙間が空きまして、ここですね、ここの隙間がうまい具合に当たらずにガスが不必要に漏れるということがあります。ただ、これをひっつけたとしても、これ自体に熱がかかって、はめ込んだり、洗ったりしていただくときにですね、どうしても切れるんですね。柔らかいゴムを使っているので切れてしまいますので、もうあえてやっておりません。その都度ちょっと微調整しながら使っていただくということになります。新しく切ったゴムですね、何点かコツがありますので、それも説明しながら入れていきます。当然長めなんで、こういうふうに、ここはですね、分かりますかね、ちょっと暗いかな、こういうふうになってます。ゴムは柔らかめのニトリルだったかな、とにかく柔らかいゴムで注文しましたんで、これをこういうふうにはめていきます。他のゴムパーツは耐熱ゴムを使っています。この辺は耐熱ゴムなんですが、ここだけは耐熱ゴムでしますと、まあバルブの機能が弱くなるのと効果になりますので、どんどん交換していくというような格好で考えています。これがですね、長くなります。それとご覧いただくように、この外周と内周とで差が出て微妙に中側が長くなってしまいます。これの部分をまず処理していきます。難しいことではないんですが、ちょっとこの内側を短めにカットします。ですね、でこうしてもらうと、このようにだいたい長さが揃うようにしてもらうと。それでここをまだ最初ですので、長めにある分を一
だから短く切ってしまうとそれでもうおしまいになってしまいますので、なるべく詰めて、長い状態で押し込むような形でセットしてください。こうですね。ちょっとこのテープが邪魔になってるんであれなんですが、市販の方の分にはこういうテープありませんので、スムーズにスッと入っていきます。こう押し込んでいきます。こっち側にですね。でなるべくでここですね、ここの部分でカット、ちょっととりあえず長めにカット、1ミリか2ミリ長めにカット、それでまた押し込んでいきます。実際押し込んでみるとオーバーしてますね。押し込みにくいですね。こう、これはオーバーです。これはカットしていきます。ここから微調整に入っていきますので気をつけください。内側はそれで少し短く、このゴムは熱を感じると伸びたり縮んだりいろいろ表情を変えるゴムでですね、こういう風になっていきますけども、まだちょっと長いですね。こう引っ張っていっても、ああ収まるな。このように収めていただきます。ちょっとこれちょっと待ってくださいね。これで完了です。使っていくと一旦伸びてもまた縮んで、最終的には徐々にですが短くなっていきます。まあ、それと同時に買い時ということもありますので、まあ、価格的にはそう高いものではないので、まあ、他のパーツもですけども、そうですね、上流50回ぐらいに1回はこのパッキンを交換してください。だいたい取説の方にも取扱説明書の方にも書いていますけども、交換時期というのは上流できる、上流水の量ですね。で、大体、その量が、ここから漏れる量が増えてきますので、判断いただけるかと思います。で、まあ、それだけで判断するわけにもいかないんですけども、まあ、このようにしていただくことで、また復帰します。そう強いものではないので、あまり力を入れて、ぐいぐいされない方がいいと思います。まあ適度な力加減でお願いします。以上、ゴムバルブの交換でした。